水がこっちに溜まります。水はけが良くなって、そうすると今度は、ここの土手を降りて、今度次の下の畑の、よいしょ、下の畑にこうやって土手になってるので、こっち側に水が降りてって、でだんだんと下の畑に水がはけていくようにしています。ここから来ると、こんな風になってます。ここかな、船がなんか斜めになってるの分かるかしら。ここでだんだんこう左側が高いですね。よいしょ。